水戸原博史6月17日は、日本の経営者、薬剤師、東京都出身。保健調剤薬局チェーン、日本調剤の創業者、代表取締役社長をはじめ、製薬会社である、日本ジェネリック、調整道製薬、人材派遣会社メディカルリソースなどの社長も務める。社団法人日本保険薬局協会、第二代会長、一般社団法人日本薬局学会、 第2代代表理事。昭和49年昭和薬科大学薬学部卒業。大学卒業後、武田薬品工業に入社し、医薬情報担当者として勤務。その後昭和54年に退社し、昭和55年に本調剤を設立、同社代表取締役社長に就任した。1994年宮城日本調剤代表取締役社長。 2005年日本ジェネリック代表取締役社長。2012年日本医薬総合研究所代表取締役社長。2013年調整道制薬代表取締役会長。関連主会社も含めるとその報酬総額は薬業界でもトップクラスであることが報じられた。日本調剤。 社長に、水戸原洋介氏日刊工業新聞2019年6月28日5時、薬事日報。薬業界の役員報酬12社29人が1億円、以上。2012年8月10日閲覧。平成30年3月期有価証券報告書、日本調罪。ありがとうございます。